はい、こんにちは、116インズです。さて今回はレイズに関するお話をしていきますが、昨年はリーグ最高勝率を残してそのままリーグ優勝も果たしたタンパベイレイズ、ただオフにエースのブレイクスネルをトレードしたり、チャーリーモートンも FA でブレイブスへ移籍してしまったりと、あまりコンテンダーらしくない動きに出たせいか、昨年ワールドシリーズに出た割にはシーズン前あまり評価されていなかった、そんな印象のあるチームです。しかしそこはさすがのレイズと言いましょうか。5月中旬からの11連勝で一気にエール東地区の首位に躍り出て、やっぱり今年もレイズは強いよなぁとシーズン前レイズを地区優勝を予想した私はいい気分になっていたんですけれども、皆さんもご存知の通り今年サイヤングクラスの成績を残していたタイラー・グラスナーの肘の靭帯部分断裂が発覚し、彼の長期離脱が決まってしまうと、その怪我が発生した翌日の試合からレイズ6連敗、ついに首位の座をレッドソックスに明け渡すことになってしまいました。6連敗の内訳を見ますと、サヨナラ負けがなんと4回で、マリナーズに4連戦全敗。確かにレイズらしくないですよね。マリナーズはなぜかレイズとやたら相性がいいので、その相性の良さがもろに出ただけかもしれませんが、それにしたって昨年リーグ優勝したチームが勝率5割ぐらいをずっとさまよっているマリナーズに4連敗したことからも、少なくともチーム状況は決して良いとは言えないのではないでしょうか。そういうこともあってか、レイズ・マリナーズとのシリーズが終わった直後にビッグニュースを持ってきまして、球界ナンバーワンプロスペクトの呼び声高い20歳のショート、ワンダー・フランコを昇格させることを発表しました。フランコは現地時間6月22日火曜日のレッドソックス戦、東地区首位攻防戦からチームに合流予定とのことですが、これはなかなか楽しみな話が出てきましたよね。レイズはこの連敗中6試合で18得点、チーム打率が2割7厘、ちょっと打線が湿り気味で、まあ、もちろんこれだけが連敗の原因ではなく、ブルペンの疲労とかも大いに影響しているとは思いますが、フランコほどのトッププロスペクトを昇格させることで打線ひいてはチームをまたもう一度勢いづけたいという思惑がレイズフロントにはありそうです。6連敗のうちサヨナラ負けが4回と、もちろんたまたまそういった負け方が重なってしまっただけではあるんですけれども、そうは言ってもちょっと心にくる負け方を繰り返してしまったので、フランコ昇格でその悪い流れを断ち切れるといいですね。さて今回上がってくるフランコ、一体どんな選手なのかをご紹介しますと、2017年の国際 FA で16歳の時に契約金385万ドル、この世代の国際 FA の選手に対しては最高額の契約金でレイズと契約を結びました。 MLB.com がこの当時発表していた国際 FA のプロスペクトのランキングでは2位、フランコがレイズと契約した時点では1位だったんですが、その後日本から大谷翔平という最近ではしばしば我々と同じ地球人なのかとスポーツメディアなどから疑われている選手が MLB 挑戦を表明し、彼が1位となったため、フランコが1つ落ちて2位とはなりましたが、契約前からかなり高い評価を受けていた選手となります。ちなみにフランコは元メジャーリーガーのウィリー・アイバーとエリック・アイバーの甥にあたるそうですね。でレイズに入団してから契約前の高い評価が決して間違っていないと言わんばかりに、その後も順調に結果を残していきまして、現在ベースボールアメリカ、 MLB.com、 そしてベースボールプロスペクタスといった主要なプロスペクトランキング全てで球界全体でフランコが1位、現在球界全体で見ても彼がナンバーワンの有望株であることは半ば統一見解とも言えるでしょう。特に評価が高いのがバッティングで、彼はスイッチヒッターなんですが、 MLB.com は彼について世代最高のスイッチヒッターになれるとベタ褒めしていまして、アベレージを残す力であるヒットツールの評価は2080スケールで最高評価に当たる80、 MLB.com が過去にヒットツールで最高評価の80を与えたのはフランコを除くとブルージェイズのゲレーロジュニアしかいませんが、現在のゲレーロジュニアのバッティングをご覧いただければ、これからフランコがどういった選手に成長することを期待されているのかが直感的にお分かりいただけるかと思います。守備に関しては現時点で悪くはないものの、将来的にはショートではなくセカンドやサードに移る可能性はありそうと言われていますし、実際今季トリプル A でいくらかセカンドサードの経験も積み始めているところですが、バッティングに関しては相当高い期待を球界全体から寄せられているのがこのフランコという選手となります。でフランコがすごいのはポテンシャルだけではなく、ちゃんとマイナーで結果も残している点なんですよね。これまでプレーした全ての階層で、彼は年齢にしては上の階層でプレーしていた、年上の選手たちと混じってプレーしていたわけなんですが、それでもマイナー通算打率が3割3分2厘、いや高すぎでしょ。今季は20歳にしてトリプル A でプレーしていましたが、39試合で打率3割1分5厘、 OPS9 割5分4厘。フランコはヒットツールと比べるとパワーの評価が少し落ちますが、それはヒットツールがあまりに突出しているだけで、フルシーズンなら20本、今後成長していけば30本ぐらいは十分打てそうですし、実際今季トリプル A39 試合でホームラン7本、ペースとしてはそんなに悪くはないかなという印象ですね。
さらに三振よりもフォアボールが多いという点もまたいいですね。マイナー通算では三振よりもフォアボールが上回っているという状況で、本当に17歳から20歳のマイナー成績かと疑うような内容となっています。今季はトリプル A で三振率が 12%、 一応マイナー通算の 8% よりは高いというところではありますが、現在 MLB 全体の三振率が 24% くらいですので、まあ、これは現時点では全く気にする必要はないでしょうし、むしろこの三振率の低さは脅威とも言えるでしょう。とにかく三振はしない、フォアボールはそれなりに選ぶことができ、そしてひたすらヒットを量産するというのがフランコという選手でしょうか。フランコがマイナーでずっと結果を残し、トリプル A でも問題なく適応できている状況を踏まえ、レイズも彼をコールアップするための準備も進めてきました。先月21日にレイズは開幕時点のショートのレギュラーウィリー・アダメスをブルワーズへとトレードしました。アダメスといえば2018年の途中からショートのレギュラーを務め、昨年ワールドシリーズに進んだチームでも当然ながらレギュラー、特に守備での貢献が非常に大きかったイメージがありますが、そんなアダメスをシーズンもまだ序盤の5月にあっさりトレードできたのは、フランコが控えていたのも少なからず影響したでしょう。一応このアダメスのトレードのタイミングではフランコではなく、フランコよりもショート守備の評価が高いテイラー・ウォールズを昇格させ彼にチャンスを与えていましたが、ウォールズも現時点でそれなりに MLB で通用することを確認した上で、レイズは満を持してフランコを昇格させることを決めました。フランコ昇格後もウォールズが MLB に残るのであれば、フランコもショート1本というわけではなく、トリプル A で準備していたセカンドやサードでの出場もありそうですね。フランコ以外のプランを用意しているあたり、このあたりはレイズさすがですよね。ただアダメスをトレードしたタイミングでウォールズではなくフランコを上げるという選択肢も当然あったと思います。なぜフランコの昇格がさらに1ヶ月後ろ倒しになったのか、これについては MLBTR が面白い点を紹介していまして、このタイミングの昇格であればフランコはスーパー2を回避できるようなんですね。通常 MLB の選手は年俸頂点の資格を3年目終了時点から3年分もらえ、一般的にはそこから年俸が上がっていくことが多いのですが、サービスタイム2年目から3年目の選手のうち上位 22% のサービスタイムを稼ぐことができれば、通常3年のところに1年をプラスして年俸頂点の資格を4年分持つことができる制度があります。つまり3年目ではなく2年目終了時点で年俸頂点の資格を得るためスーパー2なわけなんですが、要するに年俸が一気に上がり始めるのを1年早めることができるんですね。このスーパー2に該当するサービスタイムは毎年変わりまして、2019年は 2.115 年だったそうなんですが、仮にフランコが今回 MLB に上がってそこから一度もマイナーに落ちなかった場合、スーパー2の判定が行われる時までに稼げる最大のサービスタイムがだいたい 2.105 年ぐらいになるのではないかと MLBTR は予想しています。つまりフランコはスーパー2になれないと。もちろんボーダーは毎年変わるので最終的にどうなるのかは分かりませんし、そもそもレイズもフランコが20歳で初のトリプル A にどう対応するのかを確認し、 MLB での活躍を確信できるまで待っていただけかもしれませんが、レイズというチームは金銭面で裕福とは言えない球団ですので、ここまで頭に入れてフランコの昇格を決めていた可能性はありそうですよね。フランコについてはそれだけレイズとしても高い期待を寄せている中での昇格で非常に楽しみですが、ただそうは言ってもまだ20歳、私もケルニックの件でさすがに期待しすぎてしまった感もありましたので、今回は多少期待も抑え気味にしておこうかなと思っています。いくらヒットツールが80最高評価を受けている選手といえど、同じ評価を受けていたゲレーロジュニアが MLB3 年目の今年ようやく本格的なブレイクを迎えている現状を考えますと、初めは多少適応に時間がかかる可能性だってありそうですからね。幸いレイズは内野陣の層が厚く、フランコに無理をさせる必要は全くないですし、フランコも6連敗している中での昇格ではありますが、気負いすぎず伸び伸びと才能を発揮してくれるといいですね。明日おそらくスタメンでデビューすると思っていますが、楽しみに待ちたいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。